ありがとう。<laughs> そうですねどうでしたかアンジニョンさんもありがとう。あのう,うみちゃんさんもありがとう。なんかこうやって大阪も行って卒業された方にメンバーさんにも会えて。 あのこうやってめあの喋れるバーにバーを作ってくださって嬉しいなって思ってるしまた中継の方も頑張りましたので堀部さんもありがたいと思うしスタッフさんもねずっと東京のスタッフさんも美味しいものをたくさんたくさん買ってくださってあの原宿にある韓国料理のチキンを買ってくださってめちゃめちゃ美味しかったです。 ナンバーレディの正日選ばれた、そうそうです。ありがとうございます。美咲さんもありがとう。ゆきはうんちょっとちょっと遅くなったけど大丈夫だったです。間に合ってましたね。そうユニバーシャル本社すごい豪華な感じの高くって良かったです。どのコーナーが面白かったですか？でも私はなんやろ結構本編 の方よりその配信の方もあったのであんまり見れてはない時もあったんですけどやっぱり個人さんのズボンが破れたっていうことを聞いてこれはもう笑い神が笑いの神様が降りてきたなっていうピッピさんもありがとうイラストもたくさん今年そうですね去年より今年もっともっとたくさんイラストも送ってくださって嬉しかったし。 はいめちゃめちゃ嬉しかったです。とらちゃんもありがとう。そうでもあのツイ,ッツイッターのつぶやきの方もみんなな頑張ってください <laughs> なんかみんな見てくれてるの分かるけど何て言うんだろうそのエゴさーとかしてるんですけど今回の「青春ジャンプ」どうだったんかな ファンの皆さんどんな感じかなしおみんのコーナーどうだったんかなっていうスクショとかね待ってるねんけどしスクショ全然少なくてちょっとちょっとあのあれ寂しいんですけどスクショとかハッシュタグとかで載せてくださいよ。 市民国なら1、一、一ツイートはしてくださいよ。ピ <laughs> ルギンの955さん、ありがとうございます。トラさんもありがとう。来年はもっと地上バラエティーって番組出れますようにね。出れたらいいですね。本当に。出れたらいいね。頑張ります。こんばんは。<laughs> すまん。<laughs> だって、スクショ本番は SNS 上げるのダメじゃないあ、そうですかあ、確かに。 そんなルールを守ってくれてたんや <laughs> あもう塩民国しっかり者しかいないっていう方ね <laughs> まあでもねもっともっとシオンかっこよかったっていうハウルかっこよかったとかつぶやいてほしいですよお久しぶりこんばんはこんばんは久しぶり お疲れ様でですすリクススマイブ明日も一応あの配信はできるだけできる時間があったらしようと思ってるんですけど今日はあのそうですねみんなのフィードバックみんな配信とかシオンの出てる中継とかどうだったかなってちょっと気になってあの配信しようと思って。 そう結構結構残したと思うんですけどねどうでしたかねどうやったナディアクマさんありがとうインスタグラムも投稿したので明日も投稿するんですけど一応今日はイブなのでトナカイを投稿しました明日はサンタさん投稿しますみなみちゃんもありがとう塩ミンルーム塩ミン国ルームにもマオキンさんとの動画も 一応朝に載せてるのでそっちも見てくださいドーナツの店ちがやっていうところなんですけど浅草の辺東京の浅草ら辺のドーナツ屋さんでパン屋さんなんですよもともとはでちがやっていうとこラマ前分かんないちがやです浅草のとこのちがやっていうパン屋さんで 食べてていいただいてホットミルクも私あ,のあんまり自分のお金で牛乳を買うことあんまないんですけどカフェででもすごい久しぶりにホットミルク飲んだらめちゃめちゃ美味しくてやっぱカフェのミルク違うなと思っててもっと食べ飲みたいなって思ったうん こんばんばは中堅も MV もニコドルも全部良かったありがとう全部見てくれて嬉しいユニバの事務所どうだっためっちゃ豪華でしたもう高くてあのめちゃめちゃ豪華で東京の夜景が見れるのもすごい良かったしあの皆さんもたくさんあの優しくしてくださったりもうシオンはね本当に NMB って言ったら7.5機のお天ん娘でもうあれなんですけど。 本当にもうアイドルはすごいねっていうたくさん褒めてくださってすごい嬉しかった。ね、ほんでニコドルの方は結構シオンがメンバーとかみんなに何を考えてるか分かんないっていう言われる時が多いんですけどあのシオンはいつも楽天的ねとかでもすごいもともと大人しいことを考えててそれを。 大先輩と言ったらすもうぜ全然言っちゃうんですよねだからマオきョんさんとの配信では自分の悩みとかあのまた未来とか結構大人っぽい感じの話をすごいしててマオきョんさんの近況とかあと卒業生の再寧さんと桃香さんとのなんか掛け合い話しなんか遊ぶっていう話もきき聞けたし結構あの子さんの。 みんなは高3のファンの方はすごい楽しかったって思うかもしれないなって思ってまたアーカイブとかあったら見てほしいなって <laughs> 明日さんと楽しみやなありがとうマヨネーズさんカイトさんもありがとうチーズさんもありがとうダンスの塩味増えるかなねえ増えるんかななんだってさっきもユナなんからめちゃかっこいいってめちゃめちゃ言われて未来 <laughs> さんとカンナさんもありがとうユーユーさんもありがとう <laughs> でもマーキュンさんがすごいいじりさんもそうなんですけどあんたんさんもすごいやっぱ先輩は違いますね喋ゃべれる,くるこ感じにしてくれるからめっちゃ喋れたしそうなかったんですよね機会が痩せましたわ <laughs> かんないはちみつ牛乳ドーナツ食べるよええー、キャッチミツ牛乳ドーナツはどこのやつスーパーかなはいもう 15分もう経ってた <laughs> めちゃめちゃ眠いんですけどみんなに会いたくてショールームしてるのでみんなもたくさんコメントしてください。今日はすぐ寝るかもしれない明日も昼に公演があって朝にあのさっきもね明日の公演の練習してきたので。 もうなんか寝ながら練習しましたもん目つぶって踊ってたもん <laughs> ドーナツさんお疲れ様でしたねあっちがやっていうところのドーナツなので皆さんもぜひ東京行った時にドーナツ食べたいと思ったらちがやっていうドーナツさんでドーナツ食べてみてください私はシナモンドーナツが一番美味しかったかもしれないですインイトインとかも可能なので めっちゃいい感じの雰囲気も良かったし明日公演入りますはうゆうゆうさんしおみんのペンライト振ってくれるんですかあんにょんあせよメリークリスマスリオチョありがとうリオありがとうスノーボールほんなんねねたくさんコメントもしてくださいもうしおんは十五本かなったら一応 お風呂入りますけど <laughs> お疲れ様タイムテタイムシフトでまでまた見てるああタイムテーブルみなみちゃんもありがとうめっちゃ頑張ってるらいありがとう <laughs> ダッチャンすんならブッキーさんもありがとうああ日二25歳あやねあやねさん違うイムくんおめでとうじゃ帰ゆっくりしたいなもう もうね、そう、え、一日も二十四時間見ましたっていう方いますか。<laughs> 明日公演入るよって方はいるんですかね。ワンプールさん、マナブさん、ありがとうございます。 のコメント待ってるああ24時間は無理だったか <laughs> あでもシオンが出る時だけ見てくれても嬉しい朝だったのに結構夜で眠く眠,眠くなかったんですかねキャンセルしたああなるほど明日は会費で30日の初日あ それもいいですね日ナンバライティのの新公があるので <laughs> チェゲックンえ。めざましちゃんとかけた。すごい。しおんはもう6時ぐらいずっと見れるってなったら見れなくて。 20時間中20時間ぐらいは見たおえすごい三田さんとの配信も見てたありがとうあのそうですね本編と同じ時間に配信しちゃってちょっと申し訳はなかったけど三田さんとの配信で初めてレジンとか作ったりあのそうですねツリー作ったりしてゆったりまったりな時間でしたアカイブとかも本編もアカイブあるし またた見見逃したところ見てくださいねみんなも「シオンのサイン入り T シャツいつ,いつになるかわっありがとう利用そうねニコドルでの三田さんとの配信であの1万ポイントギフトを投げてもらった方に希望メンバーの T シャツをあげるっていうあ,るんですあ,あったんですけどそう「シオンに申し込みました」っていう方いますか か可愛い,いサインをしてあげます。<laughs> あ、十五分が経過しました。ああ <laughs>。あ、一国チェッキー。ああ、まんね、まんね。 しお塩民で申し込んで「コニタンさんありがとう」ねえあ,あ送ってくれてたんやそう覚えてるコニタンさんチャイジネッチ <laughs> セットシさんも投げてたから申し込んでるちゃうかなねえ塩民国の皆さんは多分みあの信じてますよ私 <laughs>。 そして私新しい香水買ったからまたその匂いを嗅いで寝たいと思いますまた届いたばかりなので私もネットで買ったからあの見た目で買って初めての匂いなんだ,だからあの私の好みにぴったりかなっていうちょっとドキドキしてますお風呂で寝落ちはしません移動中には東京移動した時はめちゃめちゃ インスタグラムの写真をあの見たりしてて時間潰せましたけどあの東京から来た時はもう東京からずっとあのタクシーからもうなんならタクシーからずっと寝てて新幹線で初めもう東京で出発した時に寝てもう起きたらだったんですよだからもうちょっとだけ起きてなんかご飯を食べたりして。 大阪新大阪に着いてってっ感じかなでその時ももうなんか私の頭が寝てて爆睡見してて頭がもう窓にこうしてくっつけていてもうめちゃめちゃこっち痛くてもうこうやって寝ててこう寝ててもうやばかったこっちもう首痛くてやばかった本当に東京で寝たのに京都なんてありえへんわ本当に <laughs>。 うん、でも博多行きじゃないですかそれってだからこのまま博多の旅行してみたいなって思った東京移動はいつ言われたんわあーでも配信始まる3日前ぐらい <laughs> ?3 日ぐらいかな私も結構驚きましたもう配信始まるのにさシオン急に東京行くでって言われてあれってな <laughs> って。 すごい投稿の香水かはまだまだね覚えてないねんけど3つぐらい買ってでも今回は結構あの新しいやつ買ったからねまたそれもモバメとか書きますけどすごいよ名前も覚えてないところのやつを買った <laughs> 今日東京行ったけど名古屋で雪降っててそう,そう新幹線遅れてましたよ今日。 2四時間の台本もギリギリそう2四時間の台本は昨日の朝来ました <laughs> そうだから三田さんの台本も昨日の朝もらいました <laughs> 自転車でいたんちゃうよ今回は寒すぎるワイがそれやった停電で新幹線止まってわあ停電はきついですね原宿では 何もしまくせんでした <laughs> ただただ寒すぎても早く帰りますっていうそれでなんとかなっちゃうのか燃費 N N そうそう YNN さんはいつもなんか台本とかちょっと遅れてる感じするけどでもいつもおもろいなって思ってるから今回もなんかスタッフさんとスタッフさんの愛がこもってるって思っててだってこんな私に東京まで行かせてもらって だって新幹線とか乗れま,乗れましたしまたそのユニバーシャルミュージックとか普通入れないじゃん入れたしまた卒業生の三田真央さんといじりあんなさんにも会えたし朝からだけど、まあ、でも、まあ、有名なドーナツ屋さんにも連れてってもらったりまた帰ってきても企画とか入らせてもらって。 めちゃめちゃまあ、嬉しいなって思うし、うーん、そう嬉しかったし楽しかったです。またハ,ハウルの変装もア <laughs> メリカリです。ハウルの変装も初めてやったんですけど、ダンスとか初めてで、まあ、ユナなんからずっとユナの彼氏にしようっていう <laughs> ユナと結婚しようっていうユナが結構もう大好き大好きかっこいいって言ってて。 ね、私は全然分からんないんけどフワとかめちゃめちゃ似合っててなんか髪の毛とか髪の色も似合ってて白い肌,肌白いから、まあ、背も高いしめちゃめちゃなんか可愛い系の男子みたいな年下男子みたいな感じしててもうかかったひたすらアンタンさんの絡みは笑ったそうですよね初めましてなのにそうそうすごい突っ込んでくださったりこうやってもうこっち こっちバーってなってめちゃめちゃおもろくて <laughs> でも私ポストいじりっていう私の眼鏡があるんですけどいじりんなさんよりは目がそんなに悪くはないんですけど結構メンバーの中で悪い方でまたいじりさんみたいにすっぴんで眼鏡かけたら私も結構ひどくなって何て言うんですかね眼鏡がもう顔を半分です。 これなんやけど前もずっと見せたんやけど見せたことあんねんけどやばくないポストあんたんさんっていういやほんとに今メイクしてるからマシしだと思うんですけどすっぴんでこれかけたらやばくて。 わしもいっつも昔からもなんか友達から遊ばれたんですよこれで <laughs> 目もめっちゃ小さくなる禁止です禁止そう <laughs> 寝起きやばい <laughs> ありがとう。まポストなげささんもめら狙ってますので、<laughs> そう登録した方にはアンターンさんの生写真も入ってますよ。<laughs> 嘘です。カナさんありがとうございます。そしてそうユニューバーシャルミュージックみんな登録できましたか？あのシオミン国のルームとかも結構私待ってますよ。シオミン国ルームでも皆さん待ってるし。 また言うんですけどまお、ま、きょんさんとの動画とか今日も載せたし昨日もカタチラの可愛い服載せたしあのルームも配信とかしたいと思うのでまたまた塩見国ルームでも会いたいなって思います。モバメもたくさんあの送ってるけどモバメはまた違う感じで、まあ可愛い写真が多い感じかなっていう私全身とかあんま載せないから。 ねえチェキとか欲しいねチェキとか塩のチェキもらったら携帯の後ろに入れてくださいありがとうみんな登録してくれた方はみんなありがとう今日はちょっとだけ話をするとあの東京で新幹線の時間前からずっとあの青山であのホテルとか青山の辺だったので青山を満喫しました朝だったんですけど あの並木道すごいあの癒やちょみたいなあの明治神宮の並木道あるじゃないですか花より団子に出てる並木道とかそう花より団子に出た後もう多分そうそういう感じだったんですそうだからもうそ,けそこの そう表参道とかはないんですけど表参道は昨日マネージャーさんと一緒にイルミネーション見たりしたけどあのそうですね今日は私一人で朝に結構朝に人あんまいなくてそう長いとこ並木道歩いて散歩して眠いけど散歩してまたその明治神宮とかなんか青山のとこを周辺をずっと散歩してましたね。うーん 青山はあんまりいたことないのでそうなんか銀座みたいな感じかなと思ったらやっぱりちょっと銀座よりは若者でちょっとおしゃれな感じのでもやっぱり値段とかは高いってちょっと言われたのでけもうすごいなーって六本木まで行1時間半ぐらいだったので1時間ぐらい散歩したいけど。<laughs> そうよかったらねできてたらね友達とか会えたらよかったのにねそんなに時間がなくてそう本当ににんか散歩したり本当に空き時間ちょっとだけでイルミネーションちょっと見たりしましたね表さんと原宿のイルミネーションすごかったなんかやっぱりス筋とはちょっと違うス筋は結構カラフルいろんな色があったらまあ東京は全部金色みたいな感じで ずっと長いんですねずっと長いそこをマネージャーさんと一緒に歩きながら <laughs> 写真撮ったりしてまた帰ってユニバーシャルミュージックに帰って、ま、レジンとか作ってそうやレジンとかもねみんなに当選の方に送るあのお土産お土産ってあれなんですけど商品で送るっていうあったんですよねそう なんだから目が回ってますやばいなんだからすごいなんか楽しかった時間だったし嬉しかったです。なでみんなもたくさんアーカイブとか見てください。そしてたくさんたくさん「シオンおもろかったよ」とか「シオンここ可愛かったよ」って教えてくださいよ。 今日はみんなもいっぱい寝て今日はしおもいっぱい寝るからまたまた明日も公演あるので頑張ります今からお風呂入ります <laughs> そう個人さんのズボンはパニックですねしおんだったそうしおんでした10 <laughs> 位発表したいと思います13位ビョンビョンドクさんありがとうございます 12位、ビドユキのココココさん、ありがとうございます。十一トラちゃん、ありがとう。ありがとうございます。10位、カンナンさん、ありがとうございます。9位、イナッチさん、ありがとうございます。八位、エイチワイさん、ありがとうございます。七位、ワンポールさん、ありがとうございます。六位、ウミちゃんさん、ありがとうございます。五位、オリアジュシさん、ありがとうございます。四位、マヨネーセさん、ありがとうございます。三位、アンジニョンさん、ありがとうございます。二位、ブッキーさん、ありがとうございます。一位、リオチョウさん、ありがとうございます。 リオありがとう !1 位おめでとうリオリオちゃん大好きはい、いつものイジーさんに送ってる私の告白でした <laughs> はーいわ梅田今日人いっぱいだったんだ明日も多分いっぱいだね明日はもう家に早速帰ります <laughs> 明日はリハーサルもあるし公演もあるし みんなと、ひょもしてみんなと会うし、会うし、ライブストリーミングしようかな。まあまあまあ、そういうことで、今回はここまでしたいと思います。お風呂入りたいと思います。そしてコメントとかもたくさんしてください。明日も公演頑張ります。ルームとか来てくださいね。もう終わも <laughs> 待ってます。インスタグラムも載せてるので、コメントといいねお願いします。そして毎朝6時ぐらいに、 おはようツイートをしてるので皆さん朝から「おはよう」っていうあの嬉しいコメントたくさんありがとうございます明日も待ってまますす6時に投稿しますそしてな最後に「七期生」っていうオーディションは七期だったんですけど、まあ、コロナじゃなかったら七期だったかもしれないけどコロナ禍でここ7.5期で入っててでも今結構七期生の の接しし方をててくれてるみんながそうそうですね七期生のファンの方もともと紫苑がいなかった時から七期生のファンの方にまたまた受け入れられるようにちょっと頑張りたいと思います。 まあでも明日はそうね、ライブストリーミングルームのストリーミングをしないかもしれないけどまたいつかできたらいいですね明日はちょっとリハーサルとかもあるし公演もあるからちょっと長めではできないけどショールームとかしようかなってさっき考えを直したんですけど。<laughs> ありがとうございました皆さんもうお風呂入って寝ますバイバーイ